ご視聴ありがとうございます。この間社長が富山県の北山ナーセリーさんのところへ行ってきました。その時動画を撮ってくれて、その動画を編集せーって言われたので、ちょっとだけお時間もらってもいいですか。それで今日はその時の様子を社長にちょびっとだけお話ししてもらいたいと思います。ぜひ最後まで聞いててください。社長お願いします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。まあ今 YouTube って何心配のカップしてるの。ほぼ毎日で、ほぼ毎日、まあアシスタントの、まあ、リサさんが、編集して投稿してくれてるわけなんですけど、実は言いますと1日何本ぐらい上げてるの。1回です。うん、撮影ですか。うん、収録実を言うと 4,5 本してます。はい。でこれなぜかというと、もう結構出張が多くてですね、毎日毎日こうね、こう喋ったりとか、することができないもんですから、まとめて、撮影してます。で、まあ、僕ちょっとバイクが大好きで、まあ、若い時からバイク乗ってたわけなんですけど、まあ、どっかで、まあ、うん、それも遠方でどっか行くのがすごい好きで、まあ、ちょっとね、まあ、気分転換も元にしてちょっと半分勉強をしようと思って、まあすごくなんか、まあ、何十年って、まあ、20年ぐらいお付き合いある富山の北山ナーセリーさんね、まあ、皆さんネットで調べてください。あの富山県の、高岡市と、まあ、2店舗あるんですけど、まあ、本店の方ですね、まあ、本店の方には、まあ、社長さんもいたり息子さんもいるわけなんですけど、まあ、そちらすごく仲良くさせて、まあ、いろんな社長さんからもいろいろアドバイスを受けたりとか、まあ、息子さんとは、まあ、北陸園遊会っていう組織作ったりとか、いろんなことやってきたわけなんですけど、まあ、ちょっと顔出そうかなと思いまして行ってきました。でその様子をですね、あ、そっか、一番、ツーリング行く途中一番最初に行ったのは福井からずっと上に上がって金沢を過ぎて富山で、富山で、北山ナーセリーさんのところに行ってきました。で北山ナーセリーさんのところで大体社長さんと、息子さんと大体2時間ぐらいですね、いろんなことを喋ったりとか、店内の様子ですね、まあ、今年、行ってなかった、去年、毎年1年に1回か2回は行ってるんですけど、今年行ってなかった、まあ、コロナの影響もあってなかなか行けなかったんで、久しぶりに顔を出して、まあ、店内ぐるっと見たりとかね、まあ、そういったのをしてきたわけなんですけど、でその後に、まあ、ちょっと新潟の、まあ、手前ですね、まあ、上越の方で、まあ、一泊しまして下に降りて長野、まあ、長野でも無謀青果店っていうね、すごく若い時から、まあ、一緒になって頑張ってこうねっていうことでね、まあ、僕らもだいぶ年下なんですけど、すごいエネルギッシュな、まあ、息子さんがいらっしゃいまして、まあ、その人も経営者になりましてね、まあ、同じような苦しみってたくさんありまして、まあまあ、そのことも仲良くさせて、まあ、お店見たりとか、いろんなことをさせてもらったわけなんですけど、まあ、北山ナーセリーさんのところっていうのは本当に皆さんに知っておきてほしいなと思って動画を撮ってきてます。でまあ、北山ナーセリーさんのことを簡単に説明しますと、多分、まあ、北陸とはもうダントツ1位です。で北陸っていうのは中部地方、なんていうのかな、中部関西っても言わないんですけど、僕の思うのは関西中部北陸の中では一番店大きいですね。で、店に並んでる植物のアイテム数種類も全国で民間ですよ。例えば植物園とかそういったところを除けば僕ベスト5には入ると思ってます。でそのお店に行ってきました。で、まあ、その行ってきた時の様子ですね、あのぜひ皆さんね、あの本当に皆さん申し訳ない、うちの店って、駐車場を含めて大体470-480坪ぐらいなんですよね。で、まあ、駐車台数も、まあ、社員駐車場が、まあ、10台、11台ぐらいかな、もうちょっとあるかな。でお客様駐車場が25台ぐらい、やはり限界があるんですよね。でも北山ナーセリーさんのところは駐車場が180台です。お客様駐車場だけで180台、売り場面積、敷地面積が4000坪です。で皆さん4000坪って皆さんピンとこないでしょ。で皆さんの大体一般の住宅って45坪から大きくても50坪ぐらいなんで80倍です。まあ
口でなパチンコ屋ね、まあぐらいの大きさ、あもっと大きいかな、まあそういう園芸店ってなかなかないじゃないですか。でぜひね皆さんね、やはりうちってやっぱり売り場面積ちっちゃいんで、うちで揃えられないものってたくさんあるんですよ。まあ例えばうちがやったらお野菜系ですね、お野菜系とか肥料系もすごい少ないです、あと果樹系とか花木類、あとシンボルツリーとかですね、まああと蘭系とか山野草系とかね、そういったことをうちはあまり力入れてないんで、これは売り場面積がちっちゃいからなんですよね。やっぱり売り場が大きかったらそれできるんですけど、北山のあせりさんのところっていうのはもう全て置いてます。でバラは1万鉢以上あったあるお店です。まあ今ちょっとシーズンオフなんで少ないですけど、まあ、5月4月ぐらいになると1万鉢ぐらいあるところです。でそういったところのお店って皆さんなかなか知らないかなとかと思いまして、僕動画を撮ってきてます。はい、まあ店の中ぐるっとあれしたりとか、今ねまあもう本当に息子さんともすっごく仲良くさせてもらってるんで、まあしゃべってね、ダジャレ言ったりとか、ちょっとねちゃんと仕事してやとかね、仕事してるんですよ。でもやってることをね、皆さんに伝えたいなとかね、そういった気持ちがありますんでね、なるべくならね7月中にね、編集のリサちゃん、編集必ずして、皆さんにお伝えしてね、それ見てぜひですね車でバーって行って、北山のあせりさんまで足を運んでください。ぜひそれ見るとね、行きたいなという気持ちになると思いますので、その際はですねなるべく車大きいやつで行ってください。あのちっちゃいあの車で行くと荷物積み切れないと思いますのでね、それとかまあ多分3万とか4万ぐらいガチッと手にグッと持って行ってください。それくらいの価値あるお店なんで、ぜひね、おすすめしたい店なので紹介させていただきますので、お楽しみにしていてください。以上です。ありがとうございます。